今は亡きスタルヒン投手は昭和10年巨人軍に入団、一昨年高橋ユニオンズを退団するまで、実にその半生を日本プロ野球とともに歩んできました。その間2度も最高殊勲選手の栄誉を担い、ついに一昨年日本プロ野球界前人未到の300勝の金字塔を樹立したのであります。